夜ご飯を食べます。はい、こちらが本日の夜ご飯です。毎食なんですけれども、僕は毎回白湯を飲んでからご飯を食べます。ごちそうさまでした。もう今11時ぐらいなんですけど、今日はもう寝ようと思います。それでは皆さんおやすみなさい。ちょっとそんな大層なものをちょっと僕やってなくて、すごい、まあ皆さん見てわかるように結構あの気分で生きてるような人間なので、まあでもやることとしては、まあストレッチしてるか筋トレしてるか、あと映画見てるか読書してるか、どれかかなとは思ってます。すいません、今風呂上がりましたって動画撮るとしたら鏡真っ白でした。はい、ということで今からカップラーメン食べちゃいたいと思います。11時半にちょっとカップラーメン食べるのはちょっと罪だと思うんですけど、この時間に食べるからこそうまいっていうのあると思いますね。いただきます。すする、あ、うまい。この時間に食べるカップラーメンがいっちゃうまい。まあけども食べ過ぎに注意してください。僕はこういう夜食とか食べ過ぎて1年前ぐらいまで今より10キロ太ってました。実は、僕は日記を寝る前に書きます。はい、ということで今回も全て、終わりました。こんなルーティン終わりました。めちゃくちゃ眠たいです。いやおやすみ。僕は寝る前にすごい本を読むのに1年前ぐらいからハマっていて、その中でもミステリー系だったりホラー系を読むのが多くて、なんか読んでます。読むのはすごい遅いんですけど。じゃん、これです。ノートです。このノート僕の大切な大切なノートなんですけど、僕は毎日寝る前にポエムだったりとか歌詞だったりとか、まあ、曲を作ったりとかをしています。はい、終わりました。ちょっと特別に見せたいなって思います。はい、1,2,3,4。君は一人じゃない、 Baby, baby, I You're not alone, love yourself, say it, be yourself, say it, who are they to judge you, baby, You are not alone. 体幹がちょっと弱いなと、筋肉がもっとついた方がいろんないい動きができるかなと思ったので、ちゃんと寝る前に体幹と筋トレをしています。ここのスペースが広いので自分の気持ち、布団、肌布団っていう自分の布団を持ってきたんですけど、まだそれでこれで寝ます。寝る準備が整ったら、僕の中でニューアイテムにはなるんですけど、これネブライザーをやります。これはプドゥに参加させていただくことが決まってから始めたものにはなるんですけど、喉を潤すのに使ってます。でこれがこうして10分20分、このままずっと待機します。1,2,3、四つや、一つ絶対していることが瞑想です。数秒一緒に瞑想しましょう。はい、ということで、短かったんですけど、なんかもし、うわ虫だ、僕ご飯の時とか結構めっちゃ噛むんですけど、結構他の人よりも食べる時間とか長くなったりするんですけど、なんかその分ちょっと結構顔が疲れてきちゃうから、
こんな感じでグーでずっとゴリゴリしてます。この洋服借りたんですけど、誰のでしょう。これも借りました。僕はこのタイミングでヘアアイロンを使って髪の毛を伸ばしていきます。根元の生えてくる毛がすごい癖っ毛なんですよ。なのでこのタイミングでアイロンを使って根元の癖をなくしてから寝るようにしてます。僕が寝る前にやることとしては、まずはストレッチをします。はい、このストレッチが好きです。ぜひ皆さんもやってください。本当はもっと時間をかけてやるんですけど、ちょっと今回は省略させていただきます。はい、できたらそのままこっちやって30秒ぐらいずつやって、次反対やります。反対やります。柔軟をします。練習で怪我をしないためだったり、まあ、単純に体を柔らかくするためだったり、毎日欠かさず行ってます。今お風呂に入ってきました。でですね、化粧水を塗っていきたいと思います。これね、これは筋トレをしています。この時間は水を飲んでリラックスをしています。ここでいつも一日の反省をしています。これから寝る準備をしていきたいと思います。まず髪の毛を櫛で溶かして、これオイルを塗る。はい、10分から20分ほど経ちました。私も その使ったそのパックは畳んで、その手とかに自分は塗ってます。なんかいいんか悪いんか分からへんけど、適当にもったいないんで使ってます。いつも寝る前にストレッチもしています。いつもこういう感じでなんか動かしながら股関節を柔らかくするストレッチをしたり、こうやってお尻の筋肉を柔らかくするストレッチとかもしています。はい、こんな感じです。コンタクト外しますね。僕とっても目が悪いので今から外します。で、うわ、コンタクトを外すと何も見えなくなってしまいます。なのでこれをねつけます。メガネです。これをつけることによって目が小さくなります。魔法です。目が小さくなるのです。以上、マサヤのナイトルーティンでした。